周南市長賞を受賞した稲部新選手にお話をお伺いします。おめでとうございます。ありがとうございます。まず今の気持ちを聞かせてください。嬉しいです、うん、どのくらい嬉しいですか？まあ、去年が初戦敗退だったので、うん、とても嬉しいです、ね、去年初戦敗退ということだったんですけど、今年はどんな気持ちで臨みましたか？去年負けた人が、うん、今回の大会にはいなかったんですけど、いなくても絶対に優勝してやるっていう気持ちでやりました、うん、そして今回は6試合のうち4回戦以外の5試合は一本勝ちだったんですよね。どうですか、今回の調子は良かったんでしょうか？調子は良かったですけど、うん、4試合目に僅差で勝ったのが1本で勝てたら良かったと思いました。やっぱりそれが悔しい、はい、うん、でも他は1本勝ちということだったんですが、他の試合はどこが良かったと思いますか？2年生の時に決勝でやった、秋田君に去年は2分全部使ったけど、はい、今回はあれ2分使わずに内股で勝ったから嬉しかったです。自分で成長してるなと思いますか？はい。そして去年はなんとお姉さんの牧選手が最優秀選手賞を受賞しています。そして今回は新選手が受賞ということなんですが、去年のお姉さんの試合とか見てました？はい。どんな気持ちでした？ドキドキしてたんですけど、うん、自分が負けた分お姉ちゃんに勝ってほしいと思って見てました。そして今年はこの周南市長賞を受賞しました。お姉ちゃんに何て報告しましたか？やったって言います。お父さんはね、そばでご覧になってましたけれども、去年はお姉さん牧選手が、最優秀を取りまして、今年は新選手、どんな風に見てましたか？いや、ここまでうまくいくとは全然思ってなかったので、うん、はい、まあ、頑張ってくれたと思います、うん、はい。今年1年間の新選手の成長、どんな風にご覧になってますか？そうですね、体も大きくなってきて、まあ、いろいろと変わったところもあるんですけど、先生の教えてくださることとか、協力してくださる方とかの、ご協力があって、ここまで頑張ってこれたんだと思っています、はい、今後どんな風に成長してほしいですか？そうですね、まあ、柔道だけじゃなくて、いろんな意味で大きな人になってくれたら、優しい人になってくれたらいいなと思っております、はい、そして先週はグランドスラム東京がありましたけれども、これはテレビでご覧になりました？そんな見てないです。今活躍している柔道選手で憧れの選手っていますか？丸山城志郎選手です。どんなところが憧れです？内股がとても足が上がるのでかっこいいと思ってます。では稲部新選手、今後の将来の夢、目標を教えてください。丸山城志郎選手みたいに内股の足が上がるような選手になって、オリンピックで優勝したいです。楽しみにしてますよ、はい、本当におめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。せいせい堂々日の丸を